トミさん、こんにちは。レク専任講師の豊岡と申します。それではですね、この後、宅建合格者有利、次に目指すは不動産鑑定士というガイダンスを始めてまいります。どうかよろしくお願いいたします。で、私ずっとね、この不動産鑑定士の受験指導ですね、やらせていただいてますけども、結構ね、こういうご質問いただくんですよ。鑑定士受験生、ね、どんな方が多いんですか？で、一般的にはですね、社会人ですね。社会人の方が非常に多いです。いわゆる有職者の方ですね。仕事しながらって方が多いです。で、職種の方はですね、様々です。必ずしも不動産会社ばっかりと限らないんですよ。まあ、銀行員の方もいらっしゃいますし、あと公務員の方もね、意外と実はいらっしゃるんですよ。あと、システムエンジニアって方もね、なんか、鑑定士と関係あるのかなとか思っちゃうんですけどね、いらっしゃるんですね。その意味では実に多種多様です。で、あと、多資格の方もね、意外といらっしゃいます。特にこの赤字でね、お示しをしました公認会計士の方、最近多いですね。やっぱりね、この公認会計士試験の時にね、受けて受かった科目ですね。これ、鑑定士試験の論文で免除されますんでね、いわゆる科目免除の制度があるんですね。ですからね、公認会計士試験の時ね、受けて受かった科目については鑑定士で受けなくていいよ。そういうのがありますんでね。まあ、公認会計士の方、最近多いですね。で、あとね、これなんですよ。最近学生さんとか女性の方もですね、まあ、主婦の方も含めてですけども、どんどん増えてますね。一頃本当にね、生講義やると、ほとんどもう中年のおじさんだけって感じのね、試験だったんですけども、最近はね、学生さん、あと女性の方も増えてきてます。で、実は、まあ、2年ほど前なんですけども、まあ、この国土交通省ですね、この鑑定士試験管轄しているこの国土交通省が、短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうのを発表したんですよ。ね、やっぱどうしてもね、不動産鑑定士難しいってイメージがあって、ね、で、実際なかなかね、合格できない方も結構いらしたんですけども、そういうのを踏まえてね、若い方でもね、まだ短期のね、勉強期間の方でも合格できるような試験問題に変えていきます。そういうのを国交省が2年ほど前ですね、平成27年に発表しまして、まあ、そういうのを受けて、やっぱりね、学生さん、あと女性の方もね、どんどん増えてます。これはね、いい傾向じゃないかなと思います。その意味でも本当ね、これからこの不動産鑑定士はね、本当狙い目ですよ。狙い目。問題も実際にね、どんどん基本的な問題に変わってきてるんですよ。これもし機会あればね、国土交通省のホームページですね、ここに不動産鑑定士の実際の問題上がってますからね、ぜひご覧になってみてください。で、あと、まあ、とにかくですね、これです。ね、本当ね、宅建合格者、とにかく受験生に多いですね。多いです。ね。で、まあ、実際私ね、もうずっとね、この鑑定士受験指導、もう10年ぐらいやらせていただいてるんですけどもね、やっぱりね、生講義の時にね、やっぱり一人一人の受講生さんとね、まあ、こうやっていろいろね、お話しする機会があるんですけど、やっぱ聞くんですよ。さりげなく。宅建お持ちですかって。ただ大抵の方はね、持ってますというふうにお答えになります。ね。直近で取りました。ね。昨年取りました。あるいはもう10年ぐらい前ですけどね、ちょっと忘れてますけど取りましたって方がかなりいらっしゃいます。ね。で、ちょっと見ていただきたいんですけど、この鑑定士試験ですね。この不動産鑑定士試験なんですけども、一次が、まあ、単刀式試験って言われてまして、マークシートです。マークシート。宅建と同じです。ね、マークシートを塗りつぶして、ね、回答するという試験なんですね。で、これについては2科目あります。行政法規40問、鑑定理論40問。で、この1次の担当に受かりますと、続いてね、この2次の論文式試験に進むんですけども、論文になるとね、まあ、科目が、まあ、ご覧の4科目に増えます。で、ちょっと右ご覧ください。これ宅建でやりましたね。こちら右側ですけどもね、宅建で勉強した。で、いきますよ。まずこの宅建で勉強した一番上の権利関係、民法だとかやりましたね。結構皆さん苦労されたんじゃないですか。これ、
論文の民法につながります。こちら、ね、で今実は実際にね、まあ、この民法の講義、ね、毎週生講義やってるんですけども、やっぱりね宅建をおやりになった方ですね、飲み込みが早いですね。飲み込みが早い。で宅建の時はあの条文までは基本的に使わないでしょ。177条だとか94条だとかね、まあ、実際鑑定書の民法になりますとね、これ実際条文を使ってまあ答案書いていくんですけども、でもねやっぱり宅建でね基本的な知識は抑えているから、条文までやってなくてもねやっぱ飲み込み早いですね。やっぱり取っかかりがこうなんていうんですかね、こうすぐ作れるっていうかね、取っかかりがこうやっぱできてますよね。だから本当にね大きなアドバンテージ持ってます。で私がね民法の講義の時にやっぱ宅建やった時ありますねってふうに言うとね、やっぱ皆さん謙遜されるんですよ。いやいや先生まだ条文まではね、何条という条文までやってませんからって大体皆さんおっしゃるけど、でもやっぱり宅建で基本的なね勉強をやってる、これは本当に大きなアドバンテージになります。あとはこの鑑定士の民法でね実際それを一個一個の条文で、まあ、確認していく、ね、そういう作業をやっていけばいいだけですから、ね、もう全然臆する必要ありません。逆に大きなアドバンテージ持ってるんだ、ぜひねあの自信を持ってほしいですね。であと宅建業法、これ一時のねこの担当の行政法規で出ます。あと法令上の制限、都市計画法だとか建築基準法だとかね、こういうのも行政法規で出ます。税法もそう、所得税法だとかね、あと地方税法もそう、行政法規で出ます。あとこの鑑定評価基準っていうのも宅建でやったでしょう。あの地価控除法と交互で出てますね。あの3つの鑑定評価の手法と4つの価格とかやるじゃないですか。あれまさにこの鑑定理論です、ね、もっと専門的に勉強いたします。でこれを使ってこの鑑定理論を使って実際に不動産鑑定士が土地あるいは建物の値段を算出するんですよ、ね、その前提となるべき知識は皆さん鑑定評価基準ですでにやってるんですよ。論文でも出ます。いいですね。だからこの矢印の数の多さ、ね、ぜひね着目してほしいんですよ。ほとんどねこれ左の鑑定士試験につなげることができます。役立てることができます。こういうこといいですね。ちなみにこれ私の似顔絵です。こちら、ね、でこの中でも特にねちょっと行政法規もうちょっとね掘り下げて皆さんにご覧いただこうと思います。平成29年、まあ、今年度、まあ、直近ですね、直近ね、この一次の担当式試験の一科目である行政法規の出題法律一覧ということでね、ご覧の法律から問題が40問出ましたね。これ担当式試験は行政法規も鑑定理論も40問出ます。でご覧のようにね、この法律名ですね、ずらずらーっとね、左そして右と載ってますけども、いかがでしょう。こちらどっかで見た記憶ありません？ご覧ください。どうですか、いかがですかね。もうすでにこのねお示しをしたね、こちらの法律名全部すでに宅建で皆さんやってるんですよ。で数数えてみてください。全部で40問行政法規毎年出ます。いかがですか。半分以上もうすでに宅建でやってるでしょ、ね、これですよ。これが大きいんですよ本当に。特にこの行政法規ですね、もう宅建ですでに半分以上勉強してますから、ね、で宅建受かった皆さんですね、宅建合格者、まあ、現在として、まあ、2018年5月にまあ担当式試験が行われます、ね、だいたい毎年あの例年ですね5月の第2日曜日がこの一次の担当式試験になるんですけども、この宅建受かった方ですね、この一次の担当式試験に最短で合格できます。最短です。最短、最短ってどういうことかというと、まあ、最小の勉強時間ということですね。最小限の勉強時間ということです。で、大体一般的にね、一次の担当式試験、大体まあ500時間ぐらいで皆さん合格していかれます。
で、それに対して宅建でね、勉強したよ、宅建受かったよっていう方はね、100時間ぐらい勉強時間短縮できます。従いまして、まあ400時間。中には300時間ぐらいで、本当にね、受かっていっちゃう人も珍しくないんですよ。だから、まさに、宅建合格者最短で合格できる。そういうことです。で、圧倒的に単刀試験に有利です。で、この単刀式試験なんですけども、一度ですね、一度こうやってね、まあ、合格をいたしますと、二次の論文がなんと3回受けられるんですよ。こういうまあ試験制度になってます。ね、で、ご覧の通り、ね、2018年の5月にまあ単刀式試験に合格すると、その年の8月、ね、これが二次の論文です。例年8月の上旬に行われますんで、2018、19、そして2020と3回論文を受けられます。ね、もう当然もう担当の勉強やる必要ありません。ね、やる必要はありません。もう論文に集中して勉強することができる。したがって、ね、論文に合格することも十分可能と。ね、もう3回しっかり集中して勉強できますんでね。でね、ちょっとこちら見てほしいんですよ。宅建の問題と、この鑑定士の担当の問題、ちょっと比較してみますんでね、ぜひちょっと皆さんね、ご覧ください。今回ちょっと農地法の問題を取り上げてみました。これ、平成29年直近です。の宅建の農地法の問題。これね、問いの15番でした。ご覧の通りです。皆さん覚えてます、これ。 皆さんこれ解かれたでしょ。で、このすぐ下ご覧ください。こちらが鑑定士の行政法規。やっぱり同じ今年です。ね。平成29年直近です。直近の行政法規の、やっぱり同じく農地法の問題です。こちら問いの32番。こういう問題が出ました。ね。で、宅建は、ね、これいわゆる4択ですね。4つの足から1個の正解詞を選ぶ。行政法規。ね、これ鑑定料もそうですけど、この鑑定士のね、一次の担当は5択です。1個足が多い。でもご覧の通り、同じような農地法からご覧のような問題出てます。で、見ていきますよ。いかがですか、これ。この宅建の方ですけど、足の1番、市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届け出云々ということで、これ、いわゆる市街化区域内の督促の知識を聞いてますね。市街化区域内の督促。ね。農業委員会の届け出。で、場所が市街化区域。ね。こちら。でも、この市街化区域内の督促。ね。こちら。これは、農地法3条については適用ないんでしたね。適用があるのは4条、5条でした。やりましたね。ね。こちら。で、ご覧ください。今度、下の行政法規の農地法の方です。足の2ですね。イーロハ2の2の足、ご覧ください。市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ってことで、やっぱりこれも市街化区域内の督促の知識を聞いてます。農業委員会に届け出。ね。でも、これ場所が市街化調整区域ってことでね、これ誤りだよってのは分かりますよね。ご覧ください。でも同じ知識聞いてるでしょ、両者ね。で、あと、さらには、もう一回ちょっと上、宅建いきますよ。これいかがですか？この3番なし。銀行から500万を借り入れるために農地に抵当権を設定する。こちら。こちら。やりましたね。やりましたね。で、同じ知識が、よいしょ。行政法規の農地法でも出てます。銀行から。同じ事例でしょ、ほとんど。資金借り入るため、自己の保有する農地に抵当権を設定って。いいですね。だけど、これ問題文見ると、農地法3条の許可。ね。これやっぱり聞いてますけども、これ、農地法3条っていうのは、これ使い手が変わる場合でしたよね。やりましたね。でも、抵当権設定しても、抵当権者はこれね、目的物使えませんから。ね。これ使用者がね、使い手が変わる場合じゃなかったよねって。やりましたね。やりましたね。もう聞いてる知識、全く同じ。まさにこれが
ね、行政法規なんですよ。もうほとんど宅建でやった内容と同じ。もちろん行政法規の方がね、宅建よりもね、周辺部分ですね、若干細かいね、そういう周辺部分の知識も聞いてきますけども、でもやっぱりあのね、核になるのは宅建で聞いてきたような、そういうね、重要な知識なんですよ。これがやっぱり行政法規の問題を解く時にもね、大きなやっぱりね、あのポイントになってきます。そういう重要なポイントがそうコロコロ変わるわけありませんからね。だからやっぱり宅建やられた方はね、この行政法規にあってもね、非常に大きなアドバンテージを持っているということができます。こちらで、あとで、もしね、皆さんの中でもっといろんなね、あの鑑定士の問題見てみたいよという方は、ぜひ国土交通省のホームページご覧になってみてください。実際に担当も、そして論文も、本試験問題があの PDF データで上がってますからね、ぜひそれご覧になってみてください。あれ同じじゃんね、そういうふうに実感されることがね、出てきます。必ず出てきますね。その時似てますからね。最後のまとめです。で、宅建合格者は特にこの担当試験の行政法規に有利だよ、ね、今までずっとね、このパワーポイントで皆さんにご説明してまいりました、ね、したがって最短で担当試験に合格できるよ、そこです、ね、もう最小限の勉強時間で合格できます。するとどうなるか、担当試験で燃え尽きずにね、じっくりと論文試験に取り組めるよってことで、この燃え尽きずに、これポイントなんですよ。もう真っ白の灰になっちゃったでしょ、これじゃダメなんですよ。でも意外といらっしゃるんですよ。一時の担当にね、あまりにも勉強時間費やしちゃって、またエネルギーをね、費やしてしまって、担当は通ったけど次の論文もうなんかもうね、もう集中できない、疲れちゃって、もなかなか勉強に集中できない、そういう方意外とねいらっしゃる。だけど宅建おやりになった皆さんはね、本当に最短で勉強して、で担当受かっていかれますから、まだまだね、あの余力がありますからね、二次の論文にもね、全力で取り組んでいくことができます。したがってね、3回以内で論文試験に合格しやすいということが言えます。やっぱりトータルで考えてみても、宅建合格者は鑑定士試験に有利、ね、そういうことが言えます。いかがでしょう、ね、で皆さん今回ね、宅建合格されて次何の資格試験目指そうかな、そうやってね考えてる方もね、少なくないと思います。で、不動産鑑定士試験、決して楽な試験ではない、でも宅建で勉強したことのほとんどをね、あの生かすことができますんで、他の受験生に比べたら圧倒的に有利なんですよ。圧倒的に有利。いいですね。これを生かさない手はないと。ね。そういうことをずっとね、今回このね、ガイダンスでお話をしてまいりました。ね。あの、なかなかね、こう、踏ん切りがつかない。あるいは、ね、でも、鑑定試験難しいんじゃないかな。いろいろね、あの、疑問だとか、ね、そういう思いはあるかもしれません。ぜひそういうのをね、あのレックの方にあの問い合わせてみてください。ね、こちらの方でいろいろね、皆さんに合ったいろんなね、あの回答ですね、皆さんの方にお示しをね、あのできますんで、そういう準備はレックの方でできてますんでね、どうもなかなか踏ん切りつかないなって方はぜひね、お問い合わせください。また逆にね、今回のこのね、あのガイダンスご覧になってやってみようとね、そう決意された方はぜひですね、あのレックの講座利用してみてください。レックでは最短で合格する、そういうノウハウをね、もう完備してますから、それに基づいた教材も講義もね、もうすべてあらゆるものを準備してありますから、ぜひそういうのを使ってみてくださいね。じゃあ以上で終わります。あの最後までね、ご覧いただきましてありがとうございました。失礼いたします。